はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1月は15日のですね、月曜日でございますね。11時半を回ってまして今40分です。全場引けました。日経平均は今日も上げてますね、293。なんかこれはニーサバブルという記事が目立ってきましたね。ニーサがあるから口座を開く人が多くてですね、で彼らが株を買うから上がってると、なんとですね、なんとも危うい上がり方ですよこれは。つまりですね、なんて言いますか、一瞬間風速みたいな上がり方ですね。まあね、日本人ってそんなに株の投資向きませんからね、いずれまた収まると思いますけど、ドルウォンも若干押されてまして1317というところですね。最近朝のトリッキーな動きはないですね。はい、行きましょう。ですね、現代ビジネスに今日出ました真壁昭夫先生、ですね、今は多摩大学特別招聘教授になってますけど、習近平エリート金融集団まで骨抜きにして自滅確定。これはね、編集がつけてるタイトルですよ。中央に吸い上げを始めた中国に全世界の投資家が疑問と。ちょっといきますと、このところ中国政府は中央銀行である中国人民銀行が担当する金融政策、金融行政の機能を政府や党直下の行政機関に移している。例えば金融監督機能は2023年に新設された、去年ですね、中央金融委員会共産党指導の組織に移管された。中国人民銀行も同委員会の管轄下に置かれた。要は、まあ、形の上でも党の言うことを聞けということですね。これらの変更によって事実上金融政策は何立峰副首相が担当する体制に移行したと考えられる。つまり今まで人民銀行はある程度独立してですね、金融政策を行っていたのをですね、いちいち全部党の指導に従いということにしたんでしょうね、きっと。習近平政権による中央銀行から政府等への金融行政の吸い上げは今後の中国経済にとってマイナスの影響を与える懸念もありそうだと。つまり要は素人があれこれその金融政策をいじるということですね。それはマイナスだろうと。経済の専門家の間では中国人民銀行は金融政策、金融行政に関する高度な専門家の宝庫との見方は多かった。高度な知識と専門性を持つ人材の活用は可能だったからこそ、改革開放以降中国は深刻な金融システムの不安定化を起こすことなく高い成長を実現したといえる。いや、割合上手にやったはったと私も思いますよ。特にあれですね、リーマンショックの時のですね、2009年の素早いですね、4兆元のですね、投入というのはですね、あれはあれですね、一気に中国経済をですね、活性化させました。足元不動産バブルの崩壊によって中国経済はかなり厳しい。で、この例のですね、中小集団、中小企業集団が破産という話が出てきます。で、過去ですね、素晴らしい金融政策を行ってきたという話が来まして、冷戦やリーマンを乗り越えて、ですね、で、もともと人民銀行しかなかったのがですね、こう、4つの大きなですね、政府の銀行が生まれたと、国営のね、という話とかがありまして、アジア通貨危機も乗り切りましたよと。そうで、世界からの評価も高かった。王岐山という方がですね、習政権下で国家副主席を務め金融行政のプロとして国際的にも評価が高かった王岐山氏は人民銀行の副頭取を経験した。彼はリーマンショック時、同氏の金融行政手腕は中国金融システムの安定に重要な役割を果たした。王岐山さんって確か引退しはったんですね。2002年から2018年までトップの座にあった周召仙氏。周ってのは、巡る回るという周辺の周ですね。それから召仙と小川って書きます。ミスター人民元と呼ばれた。周氏は党の中央委員を務め、副首相級の待遇を得た。
欧州両氏の政策手腕、それを支えた人民銀行の高度人材の活躍によって中国は金融システムの安定を維持しつつ物価の安定と高い経済成長を達成してきたと言えるだろうと。まあそういうエリートを育った集団を置いといてですね、なんか共産党の金融なんちゃら委員会というのを作ってそれの言うことを聞けと言うてるのが今の習近平のやり方ですね、と。そんなことしたらあかんやろというのがこのですね、あれですね、真壁先生の論文でございまして、いや誠にその通りだと思います。やっぱりね、習近平ね、やっぱりこう資本主義的なところが大嫌いなんでしょ、きっと。金融政策って高度な資本主義なんですね、これ。金利を上げたり下げたり、あるいは財政というか、まあ、お金をこうマネタイズを、マネタリーベースを増やしたり、ちょっとあれ引き締めたりとしながらですね、上手に物価を安定させてですね、経済を成長に導くというのが金融政策でして、これ高度な資本主義的テクニックなんですよ。それがどうも嫌なようですね。なんか習近平さん、資本主義的なもの全部嫌みたいですね。そのくせ足元ですね、中国経済が今わやな状態になってるわけですけど、そのわやな状態からですね、なんとかせえって言うてるわけですよ。多分根本的にですね、この資本主義のシステムというものをですね、お分かりになっていないわけでして、まあしゃあないっちゃしゃあないんですよ。生まれた時はですね、エリート、あれです、副首相の息子かなんかでですね、その時は副首相ちゃうか、エリートの息子でですね、幼くしてって、まあ10代の時に文化大革命を味わったわけです。資本主義的なものに接する経験は皆無ですね。上がってきてですね、上海時代とかにですね、こう資本主義的な成長を見てるんですけども、なんか嫌やったんでしょうね、合わへんかったんでしょうね。でも下っ端の時はうまく合わせて上司にごますって上がってきて、トップになったらですね、いよいよ俺の時代やっつって戻すぞという感じで今一生懸命社会主義的なものに戻そうと、共産党が指導するんやみたいなんですね。日本もそうですけど、お役所が出てきてね、何か口出してこう仕組み整えてうまいこと言った試しほとんどないですからね。お役所が出てきて成功したのはね、大阪万博までですよ。1970年の大阪万博は成功しましたけど、荒坂屋太一という当時の通産省の役人がですね、温度を取ってやったわけですけど、あれくらいまででですね、いわゆる高度成長期にはですね、政府はよいしょよいしょっつって旗振ってやっててもうまくいくんですけども、もう日本は成熟した国ですから、そこにですね、役所が出てきて何やかんやってやり始めたらもう全部失敗してますね。経産省絡みでうまくいった話を聞かないです。日本の経産省でさえね、うまくできないんです。それを中国の共産党のですね、毛沢東選手とですね、習近平語録をですね、つぶさに呼んでですね、それを頭の中にすり込んだ連中はですね、金融政策を指導してうまくいくとは全然思いませんよね。むしろアホなことやるんちゃうかと。だから実際、アホなことやってますよね、いっぱい。中国ね、今の中華人民共和国ですね、共産党の中国って、多分金から崩れますよ、金。もう今すでに、かなりやばい状態やと私は思ってます。それも金融的にですよ。いわゆるお金が問題なんですよ、今の中国で。一番の問題はお金で、お金をどうやってこう回していくかというところが一番の問題で、それは一重に金融なんです。でその金融のダイナミックさは分かっていないといけないわけです。でしかも今中国は世界第2位の経済大国で、中国のお金と世界のお金はつながってぐじ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 回ってるわけですよ。で今その中国でですね、人類史上最大のバブルが崩壊しつつあるわけですね。こんなんどうすんのって言った時に、専門家でもなかなかね、うまい解決策が見つからへん。それをですね、素人がかき混ぜようというのがですね、今の中国の金融政策なんですよ。何をしてんだろうなと思いますけどでも多分習近平という人はですね、そういうこう資本主義的な経済や金融というものがまるっきり分かっていないんでしょうね。
だからですね、こう共産党が全てを指導するってアホみたいな原理原則を振りかざしてですねやってるんでしょうね。なんともですねやばいことではございます。この真壁先生の記事の1ページ目を貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。